どうも、アイキャドの神良介です。さて、今回の動画タイトルはこちら、風邪は運動で予防できるのか。ありがとうございます。さあ、皆さんいかがお過ごしですか、ね、7月に入りました。気温もだいぶ上がってきましたし、まだまだ梅雨の時期ということで蒸し暑い日々が続いていますよね。その中で体調を崩される方、もしくは本調子がね、なかなか出ない方ということは多いんじゃないかなと思います。さ、そんな中で実際ね、風邪をひいてしまっているよという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、風邪というのは、まあ、いろんな症状、ウイルス性であったりとか、もしくは体の、不調そのものを風邪と表現することがあるんですが、主に寒暖差、ね、温度や気温の変化の差が大きい時期に引きやすいですよね。季節の変わり目だから喉が痛いなとかね、季節の変わり目はちょっと熱が出ることが多いななんて感じる方も多いですよね。さて、そんな季節の変わり目、春口、秋口などが挙げられますが、この時期ね、夏に入る時でも皆さんエアコンをつけ始めますよね。外は30度超えて暑い、なのに中に入ると28度、もしくはね、もっと暑がりな人がいると25度ぐらいまで下げちゃって、すごく寒いよ、ね、中にはもっともっと温度下げたいけど、私はもう1枚羽織らないと、その人たちとは一緒のオフィスで仕事ができないなんていう人も多い、非常に体温調節が難しい、ね、時期でもありますよね。そういう時にやっぱり風邪をひくことが多いですが、ね、風邪をひいちゃったな、薬飲もう、お休み、ね、大体の方がそうだと思うんですが、風邪の予防というのにはやはり自分自身の体の強さっていうのが最も重要になってくるわけなんですね。さあ、そこで今回、ね、紹介する論文研究はこちらです。風邪は運動で予防できるのか。こちらの研究はですね、韓国家庭医療学会誌にですね、2014年の5月に発表されたものになります。どんな内容かと言いますと、週5回以上、ね、有酸素運動をする人とそうでない人、有酸素運動とはウォーキングをするよ、水泳をするよとか、もしくはね、ジョギングとかでもいいんですけどね、そういった有酸素運動を週5回程度、もしくはそれ以上続けているよっていう人と、そう何もしていないという人を比べました。アメリカで実施された比較試験をさらに、ね、解析するというね、メタ分析と呼ばれる方法なんですけど、これを韓国の、教授もしくはこのチームっていうのが精査しましたよというものになります。人数は281人、 32.8 歳から 60.9 歳までの幅広い年齢の人を281人ね、研究しました。さあ、ではね、早速結果の方から見てみましょう。ズバリですね、かかった人、風邪にかかった人は運動をしているよという人は134分の50人、そして風邪にかかったよ、運動をしてない中で風邪にかかったよという人は147人中75人ね。これ数字的に言うと、運動をしている人の方が、リスクが減る確率というのが 27%、ね、27% 風邪のリスクを抑えるという結果が出ました。これは統計学的にも有意な数字ですよということが証明されました。さらに、かかった期間ね、風邪にはかかっちゃったんだけど、じゃあどれぐらいで元気になったのっていう数字がこちらですね。運動ありの人は運動なしの人に比べて、なんとマイナス 3.5 日間、1週間の半分ぐらいね、早めに回復してるという結果が出ましたね。へえ、なるほど。風邪は誰でもかかる可能性というのはありますけれども、僕が注目したいのはこちらのかかってから治るまでの期間ですよね。やっぱり長引いてしまうと、仕事、学校、ね、家庭の問題する、さらに遊びに行けなかったり旅行に行けなかったりするんですけれども、かかった後に早く回復するということも非常に重要なポイントなのかなと思います。それが今回の研究で、運動をした人の方が優位である、さらにかかりにくさというものであっても 27%ね、運動してない人に比べてかかりにくいということが証明されました、ね、
まだまだ統計学的なものなので誰しも当てはまるというものではないんですけれども、やはり運動しようね、ね、子供は風の子、元気な子なんて言われますけれども、やっぱり外に出たり適度な運動をしている人の方が体っていうのは強くなっているんだなということが、こういった研究や統計によっても証明されているんです、ね、皆さんどうですか？運動してますか？これからも、ね、今コロナウイルスの感染症の影響、まだまだ予断を許しませんよね。さらに秋から冬にかけては毎年インフルエンザのような感染症も入ってきます。そういったウイルスに対する体の免疫をつけるもそう、風邪症状を抑えるもそう、やっぱり適度な運動をしていただきたい。あ、運動不足だな、何もしてないなという自覚のある人、少しでいいです。少しのウォーキング、有酸素運動で構いません。1キロ歩くだけでいいんです。1キロってどれぐらいで歩けるの？10分か15分で歩けちゃいますか？通勤通学の10分15分をウォーキングに当ててみて、明日からね、雨が上がってからでも大丈夫です。免疫力の強い体、一緒に作っていきましょう。ではまた。